日も落ちてきた夕方の世界でこの子は何を思うのだろうか。こんにちは、紅画家アトリエです。今日の絵を描いていこうかな。ここは京都市を一望できる山の上。正直京都の夏は風が吹かないのでもう本当に耐え難い暑さ。でも山の上は風も吹くし視界も広がるのでちょっと気持ちがスッとする。だから冷静になって自分自身を見つめられる。僕は絵に何を込めたらいいのかななんて考えながらぼーっと過ごしている。そんな自分自身の気持ちを描きたいのかもしれない。完成までもうちょっとな気もするし、まだ先な気もする。頭が疲れてきた。ちょっと自然を身がてら散歩に行ってこよう。ここは京都上賀茂神社。のんびりした感じの神社。ここは広いので、ぼーっと歩くのに最適な神社。非常に歴史を感じる道。頭もすっきりしてきたし、そろそろ帰ろうかな。冷静に絵を見たら、この絵ももうちょっとで終わりそうな気がする。夜になる前の空を描く。この町に住んでいるいろいろな人のことを少し考える。できた気がする。疲れた。どうなんだろう。悪くはないと思うんだけどな。タイトル、夜に続く魔法の街。お腹減った。あーよかった、やっと一個かけた気がする。なんだろう、レバーを食べようかな。半額レバー。お肉は安くならないと買えないので貴重。このお肉の音がとても良い。そして激安もやし、量があってありがたい。混ぜる。土鍋ご飯。この土鍋は近所に住んでいた現代アーティストの佐竹氏からいただいたもの。とても美味しくご飯が炊ける。9月末からその佐竹氏とも一緒に展示をしますので、もしお時間あられる方は見に来てくれたらとても嬉しいです。すべての食材に感謝を込めていただきます。全体的に茶色いご飯ができた。すごい美味しいとは言えないけど、お腹が膨らんでくることは間違いない味。さあご飯も食べたし、別の絵でも描こうかな。猫が主役の絵を描こう。
猫が可愛く描けたらいいな。手前にお花もある。これは水皮絵の具、土みたいな絵の具、最初の方で使うことが多かったりする。この猫は推しの猫を見に来た猫。ちょっとずつできてきた気がする。猫は基本的に白猫だけど、いろんな色を足していこう。この辺の花とかはモリモリ描いていく。だんだん形になってきた。半分くらいかけたかな。でもやっぱり猫描くのは難しいな。よくわかんなくなってきた。もう疲れた。眠い。もう寝よう。ではチャンネル登録するかどうかはお任せしますので、もしよかったらもう一本作品見ていただけるととても嬉しいです。あと京都で9月末から展覧会ありますので、お時間ありましたら観光のついでに見に来てくれたらとても嬉しいです。紅が丘アトリエでした。